前回は、あれかな、24と28かな。24と28やって、24のカップ戦でね、リーズユナイテッドにまさかの敗北と。よくビッグシックスを超えていけないか、よう言えたなっていうような、まあ、感じでね、おい、このチーム大丈夫かと、いうところではあったんですけど、その後のね、リーグ戦のウェスターム戦ですか、に関してはね、無事勝ったということで、それはね、まあまあ、良かったかなと思います。しかも2対0なんでね、危なげなく勝ったかなと思います。勝負の11月を迎えました。まさかの11月だけで、リバプール、トッテナム、アーセナルというね、まさかのビッグシックス3チームと戦わないといけないというね、現状です。そこだからね、どうにかね、まあ、勝負の11月になるかなと思います。今までベルギー監督だったんですけど、前々回からポルトガル監督のね、オファーを受けたということで、11月10日と14日に、まあ、国際戦というか、まあ、フレンドリーマッチかなが控えてるんでね。それもね、だから5日と10日、11月5日とね、10日をやろうかなと思います。キーパーがね、まさかの まさかのアリソンじゃ、アリソンだっけ？まさかのアリソンじゃありません。だし、俺の大好きなロバートソンが出てません。まさかの、俺の大好きなロバートソンも、正ゴールキーパーアリソンもどこかに行っちゃってるというところで、しかもなんならあれもいないな。ファンダイク。ファンダイクもいなくないか？現在スコアはいい1対ね0。時間ー。いいはじゃ4ない？分を過ぎたところです。いいじゃありがない？とう。ここはシュート。ええキーパー驚異ー。的今なキー反パー応いい反応でしたゴールをな。許しません。今キーあパのーいい身反応し長たな。でなんだあい本当つ。によくいいね。いい高パスじいゃな。パスいいでパボスールを奪いだ。ます。いいトーレスけアどンデルなー、ロナウソン。ここド。はキーパーが止め雑ましに行った。たなダイビングセーブを見ー。せまあ、までもし悪くねえて。なー。ダメダメ。これはいいパスだだ。から結構でもディフェンスはいい感じで動いてるな、今日は。空いてるよ、空いて、さああ、危リードねえっできるて。か。もうなんでそ決こめフリーたにしてリんバプの？ール。なあ。なんでそこフリーにしてんだよ、サラーを。なんでサラーフリーにしてんの？バカなんか、お前ら。あ、パフォーマンスだ。あ、やってるかも。やってるかも、これ。これやってるかも。この距離では外なんさかな見いたでこしとあょうる気する。ね。キーパーはなすすべなんのでないサ局ラード面フでリーした。なん？ああなる前になんとサか仕ラー掛けゴたールかった前でドフリーね。聞いたことないって。なんでサラーをフリーにしてんの？サラーの動きがいいとかでもねえもん。サラー待ってただけ。なんでサラーフリーにしてんの？そこケアしろよな、まず。一番ケアするだろ。サラーケアした結果他のやつに決められるがまだわかるんよ。なんでサラーケアしてないの？さあ、ウルバーハンプ対1、時いい間パスはだ。60分を過ぎたといいころです。ね。ありがとうございます。この位置ま渡たす逐と、次報ないじ告ゃをおな願いします。い？え？完璧なタイミングに見えましたが、わずかにえ？オフサイドオだったようフ？です。両チーム交代があります。 途中交代ファンダイク。え？途中交代でファンダイク？え？舐められてるやん。途中交代ファンダイク？相手がミスしてくれれば入られヒントすぎを得ちゃっそうでて。す。止めました。キーパーが試合を面白くしています。今ので試合サが決ラまりフリーかねすませぎんるが、な。大きなセーブですよ。これ誰かロバーここソンにで変わリるんバプか。ールが選手を交代します。 で、途中交代ロバートソンとファンダイクな。ふざけるなよな。頼むよ。まあ、ないまあ、いいけどな。いいプレイ見せてんだけどな。ここで試合終了です。敗れたのはウルバーハンプいいトンプワンレーは見ダせラてんだけス。ど。勝利の女神に見放されてしまいました。いや、なんかやだ確かに1点わ。差でしたね。ありのままのポルトガルを見たい。めちゃサッくちゃカーフポァンルのトガ皆ルホーさムん、だな。こんばんは。サッカー中継の時間がやってきまポしルた。トガルホームすこぎんの試か。合への期待の大きさがスタジアムのサポーお、ターからも俺じゃん。ひしひしと伝わってえ、きてい女ま審す。判やん。実況は西女岡審明判い彦、るやん。解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎なえんしでてこんいなめまちゃす。くちゃポルトガさあルホー注ムなの？目の2チームが顔を合わせるこの一戦、めちゃくちゃこポルれトガはルホー見るムや価ん。値のある試合になりそうですね。ドイピッツチやのりづ選ら手いただちろ。もこのなあ。試合に向けて気合は十分のようですね。ドイツやりづらくない？いい試合を期待できそうです。ドイツ大丈夫？めちゃくちゃポルトガルホームすぎん？さすがにやりづらくないか？ドイツ。ベルナー、出るな、やさあばいやばいリーやドばい。できるか。ナイスナイスナイコース。ナーキックで再開されます。誰？今俺の気持ち分かってたな。4番誰？俺のこと助けてくれたわ。恋しました。だいぶこの力は高い。チームとしてなっよてうないござった。な。チームとしてなってないわ。
チームとしての完成度が低い。この力は高いけど。パスじゃないか。このチームパスじゃないかもな。パス全然成功してないもんな。ここで前半終了。危ない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 。何してんの。キーパー。さあ、そんなプレーせんやん、いつも。さあ。さあ、もしかしてあれ？代表よりもウルブスの方が気合入るタイプ。このスルーパスが通って、まさかのリュディガー。素晴らしい抜け出しからしっかり。まさかのリュディガータイプだ。サーガ。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。さあ頼むよ、これは止めようや。そっちに行くって意思まで見せてるやん。逆疲れたとかでもないやん。ジョタ、あ、ジョタじゃない。ジョタで帰ってないから無理すんなってお前ら。なんそんなウイニングイレブンドリブルすんの。なあ。ウイニングイレブン小学生ドリブルやめろよな。な、みんなチームのみんな信じようね。一人だけのチームじゃないよ。入れば同点となります。一人で行ったな。ちょっと良くないな。なんかチームとしてのまとまりがないな。ようやくやチャンスも作れないじゃ笑いもんだぞ。いいぞフェリックス。切り込んでるね。惜しくも同点ゴールになりません。ただ悪くないシュートでしたよ。次は決まるかもしれません。まあまあ悪くはないか。頼むよ。ジェルナードとギリスに見せよ。ブルーノ・フェルナンデス。なさ、そうそうそう、みんな仲間を信じる仲間を。仲間がいるだろう、お前らには。ラファエル・レオン。なあ。ジオゴ・ダロト。ラファエル・レオンが。だいぶ身軽だったの。いいよ。信じろ、信じろ、仲間信じろ。仲間、仲間。仲間がいるよ。俺たちには仲間がいるんだよ。なあ、それだろうお前ら。あえてニアポスト側仲間を信じろ。問題はキーパーですよ。それでいいんだよお前ら。あのコースはフェリックスの前ね。来たんじゃないでしょうか。俺たちの期待に応えたわ。仲間がいるっつ泣ける。ちょ、何してんの。カンセロ、カンセロ何してんの。これはナイスカット。通っていたら危ない場面でした。さあ前に、うまいなあ。ちょっと何してんの4番。キーパーが軽々とさばきました。そんな騙される動きじゃないだろ今の。俺たちが信じられるのはマジ仲間だけ。仲間最高。これが最後のチャンスになるかもしれません。仲間バカ、いいパスだ。ナイス。フェルナンデス、仲間信じてる。リアもう目の前です。今よかったな。時間をうまく使っていきたいですね。フェリックスが仲間信じてたよね今。フェリックスが仲間信じてんのよ。ああいう若い子がそういうプレー見せるのいいね。いいところにスルーパスを出した。フェリックスだろ、あの髪はフェリックスだろ。うまく合わせてフィニッシュ。中2枚入ってるのもいいわ。間だと厳しいと思いますよ。あと守り切ろう。ここから追いつかれちゃう笑いもんだから。レフェリーがアディショナルタイムとして3分追加しました。こんだけポルトガル国民3分試合止まってないだろう。いいところに通してきました。審判頼むよ。これ危ないよ。これを止める。さあ、そう、さあ、それそれそれ、ちょ、ウルブスの時のさあ見せてよ。危ない危ない危ない。ナイスナイスナイス。5分経ってるぞ。試合終了です。ホームチームが勝利を収めました。最後までどう転ぶか。ポルトガル国民大歓喜でしょう。終了間際のゴールが勝敗を分ける形となりました。これどこ、俺たちのホーム。サッカーファンの皆さんこんばんは。キックオフの時間じゃねえな。近づいてきました。大丈夫これ。絶好のコンディションの中で競技場すぎるだろ。ナイトゲームをお楽しみください。ちょっと競技場すぎんか。今日は私にしましょう。サッカー文化がもっとなんか優れてないとサッカースタジアムドーンはないのかな。もうアジアの顔が変わらんのよな。でもなんか結構でもさすが代表クラスは割と作られてるな。でもやっぱヨーロッパ圏内でやってる選手の方がやっぱしっかり顔が作られてるわ。悲しい、悲しいです。しっかり勝っていこう。まあ俺たちはね控えメンバー戦っても十分世界のねトップレベルで、戦ってね、戦ってメンバーしか控えもいませんから、全然チームとしての力は、全然あります。このチームであってもそんなね、ポルトガルのスターティングメンバーです。もう背番号とか見てもね、
いつも控えで頑張ってるメンバーがどれぐらいやれるかってところよな。だからそれを見せてください。これからの判断材料としてね、素晴らしいものを期待してます。いいねいいね、ゲリス。ヨーロッパのリーグで少なくともビッグクラブはいないだろう。じゃあんま知らんけど。ナイス、いいよ。ナイス、ナイス。ちょっとディフェンスザルだな。ちょっとディフェンスやっぱザルやな。ちょっと俺もキャッキャしなかったわ。ドイツの時だったら、よし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 って言ったけど、さすがにちょっとザルすぎたな。シュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。でもこういうところでしっかりねゴール決められることが大事です。かなり危ないシーンでしたが、いいね、なんとかしのぎ切りました。誰、ここいいね、上がる上がる。ちょスピードの差が出てるよ。ゲデス、ゲデスいいよ。スペースを見る。ゲデス、ここは大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。仲間信じすぎてるわ。俺が仲間仲間言いすぎて仲間仲間言いすぎて仲間信じすぎてるわ。だからスピードがやっぱ違うわ。もうスピードスタミナが全然違う。いい形でゴールディフェンダーと。いいね、楽に通るね。いい位置でしたがポゼッションが変わります。そのパスいるか。見事なインターセプトもっと切り込んでいいけどな。タンミャオ、ナイスナイス。これはサイドを上がれそうです。大丈夫か。仕掛ける前にボールを奪われました。いやー、なんざそこ返された。狙う、このシュートはもったいないな。キーパーが抑えますもっと大事に使えばいいのにな。相手もちょっともったいないわ。いいね、いいよ。ネットいてる、ネット来てる、ネット来てるよ。見事なスルーパス。一回戻す、一回戻す。このパスは通さない。ちょギリス良くないかもな。ここはオフを狙うべきでしたね。ナイスです。やっぱでもやっぱちょっとやっぱ、ちょっと質がやっぱ違うわ。さすがにやっぱドイツの平均80ぐらいと、おたびおそらく平均70ぐらいじゃやっぱ全然違うな。いいところにボールをつなぎました。なんか安心して見られるもん。これはキーラインを下げてでもこれを守りきると見せてほしかった。なあ、簡単に通されたな。大丈夫か。ここまで相手にゴールを許してこなかったんですから、あと少し頑張ればいいだけです。なんかそんなことするな。ここはクリアしました。ナイスナイス。ゲディス同点に追いつく。何してんの。ああゲディス、ゲディスだろあれ。何してんのゲディス、遊びじゃないんだからさ。もう慎重に行ってよかったんじゃない。ここちょっと大胆に行き過ぎじゃない。大胆履き違えるなよ。ここは仲間信じるとこだぞ。チャンスになるでしょうか。ビジョンが共有できてない。惜しくも同点。ゲリス負傷した。ただ悪くないシュートでしたよ。ゲリス負傷したわ。次は決まるかもしれません。ゲリスが負傷しちゃった。ピッチに入るのはゲリス。ゲリス負傷しちゃったわ。あんなプレーするからやん。足ごっつんいってるやん。じゃロナウド16番変えないとな。ナイスナイス。ちょ見たいロナウドのエゴ。クリスチアーノ。エゴ来た、エゴ来た。来たんじゃないこれ。いいパスだ。ほらこれよゲディス。ゲディスこれ見せないと。はい、とりあえずまあ次回はクリスタルパレス、クリスタルパレスとトテナムとアーサル、だいぶ濃いな、まあ今日も今日でねリバプールとポルトガル代表でだいぶ濃かったけど、次回もだいぶ濃いな。ちょっと落ち着けるね試合が。まあ来月になったら落ち着けるか。12月になったら、あと12月も12月も最後の週濃すぎるだろうな。12月最後の週濃すぎるって。マンユー、アーセナル、トッテナム。しかもなんでこんなマンユーとアーセナルこんな近いの。は？スケジュール終わってんだろう。